はい。じゃあお刺身からいただきます。豪華。ね。釣岡ハウスに戻ってきました。みーちゃんと見て、マリモさんが可愛い。ゴロゴロ言うとります。あずあずと丸。今からバス釣りですね。お願いします。行きましょう。かわいい。ぐるぐる言うて。よろしくお願いします。よろしくお願いします。たまたま飛んでた。この音で。おお。何ですかそれは。カバースキャットですね。あ、カバースキャット。たまたま組んでたんですか。それともここで使ったんです。BPM ですね。の MH のはずですけど、ちょっと裏を。MH 72の MH。リールはアンタです。はい。MDTC。いいリールがついてます。やらんぞ。釣ったら10匹釣ったらください。おお10匹いかねえだろ。私はじゃあ何がですか。もうとりあえず釣りたいので、好きなもの言っていただいたらそれなりのタックルをそのまま。なるほど。ちょっとじゃあスピナーベイトで最初ははい。竿は遠いんですよね。これ巻いてるんですけど。あ、そうなんですか。全然大丈夫です。ラインは全然気にしないで。いりゃ食うと思ってます。よいしょ。よいしょ。65の BPM と SLX-DC。これドーンですか？ドーンですね。ドーンですね。ありがとうございます。ドーン。ドーンって。ドーンです。はい。はい。じゃあ私はこの辺でやろうかな。はい。結構ゆるゆるなんですね、ブレーク。基本ゆるゆるですね。すみません、言うの忘れてました。僕めっちゃゆるいんで。調整してください。はい、調整します。大丈夫です。やっぱ情報違うっすね。もうツキムシ関係ねえもん。え？あ、本当だ。気づいてなかったです。まあこれが陸上の実力と。怖いよ怖いよ。はい、巻くのが好きなの。巻くの結構好きです。でも内物の方がもっと好きです。あ、そうなんですか。はい、カバー打ちが一番好きですね。一番苦手なのはあずあずがやってるようなめっちゃスローな釣りを、はい、は苦手です。でも普段からドーンとか使うんですか？ドーンめっちゃ使います。スピナベはドーンか D ゾーンかビーブル。はい、色こだわりないですか？色はあんまりチャートかそうじゃないかぐらいですね。そんな感じですよね。なんかもう いりゃ食うでしょみたいな。はい。じゃあもう知り尽くしてるんですね、この川のこと。全然わかんないです。なんか釣れてる人いたらやり方教えてって感じです。いや僕バス釣り好きですけど、投げてるだけです。あ、そうなんですか。投げてるだけです。好きで投げてる。たまに釣れる。たまに。まあ投げてないと釣れないですからね。はい、じゃあここはよく来るんですか、この川は。そうですね、なんだかんだ困ったら簡単な時は簡単なんで。今日はどうだろう。今日はどうなんですかね。うっ、来た来た、やば、マジかよ。おお、やばい、ちょっといいサイズ、待って、嘘、マジかよ。ネット持ってきて。マジで来たんだけど。いいサイズ。ありがとう。あ、伸びちゃった。どい入った。やべえ。やったー。うわ、めっちゃ嬉しいんだけど。やったじゃん。やばー、マジか。はい。このって転がったんですよ。大丈夫です。やったー。やったー、初バス。小野さんに足滑らせた。はい。プリじゃん。プリだ。やった、めっちゃプリ。重かったろうね。重かったです。いや、なんか石沈んでて、はい、それに当てたら来ました。これが女王。やったスピナベでやった、嬉しい。ちょっと写真撮ってもらっていいですか。俺も嬉しい。やったー、宗男さんと3人で。そう、写真。綺麗なプリスね。ね、綺麗なバスですよね。やられたー、やられたー。そうだよな、この人の可能性もあるよな。雷魚かー、皆さん、雷魚釣れた。ジョー様どうした。雷魚釣れました。あ、雷魚佐賀の洗礼受けました。佐賀の洗礼を受けました。ナマズじゃなくて雷魚でした。ペンチ持ってこないかんかったね。雷魚。持てないっすよね。持ってますよ。持てるの？はい。変態じゃん。じゃあ多分こういう巻いてこう歩いてみたいな。釣りしなくなったのって、僕太ったからなんですよね。逆ですよ。しなくなったから太ったんです。ごもっともかもしれない。やっぱスピナーベイトが一番好きですか。好きなのはなんだろう。スピナーベイトですかね。か、チャター。チャター。チャターのイメージ俺はないんですけどね。スピナベのイメージはあったんですけど。スピナベは一番頻度高くて一番好きなのはスピナベですけど。おお、来た、よっしゃー。マジで。え、これバスよね。いや、バスじゃないかも。いや、バスじゃない。バスでしょ。バスですよ。バス。マジか。ありがとうございます。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、引っかかった。おいしょ。ナイス。やった。マジ。ナイス。嘘。今あずあずは多分スピナーウェイトに変えてる時ですよね。一生懸命変えてるんですけど、女王の実力だ。2本目ゲット。やべえ。これワンチャン10本いけんじゃねっていうところが見えてきたですね。あ、これもちょいプリじゃん。あ、プリだ。わあ、すげえ。春女来た。今日一木さん本当に10本釣っちゃうんじゃねえかってちょっと思ってます。10本はさすがに。だって今この最初の立ち位置っていうか、はい、あそこからここまでで2本でしょ、この時間で、はい、ぶっちゃけ時間があって歩いていくなら多分10本ぐらいいけんじゃないですか。10本、10本いけたらやばいですね。なかなかないです。やばいですね。いや、やばい。でもやっぱあれですね、巻物だとフルフッキングはちょっと見れないですね。そうなんですよ。最近てかもう内物であんまり釣れてないんで。ああ。だから夏ですね、フルフッキング。おいしょ。しゃ。3本目だ。しゃ、なんだ。バスバス。おー。マジで10本いくんじゃないこれ。いや、本当に分かったら行くとこなんで。おっしゃー。無双だ。マジ。もうこれも40超えてるよ。40超えてますね。おいしょ。パン。また腹パン。やばー。マジで。やばー。これはちょっとバズっちゃいますよ。ここに一木さん通い出すかもしれん。これはちょっとあれですね、実家帰ろうかなって。あれは巻いてんな。巻いてますね。巻いてるな。まさか、はい、うちの地元で陸上をやってるようなもんですもんね今。そうです。もうなんか今陸上決勝とかですよね。もう僕が見てた感じですよ。あの遠くにカメラマンと釣ってる人いて変な感じだって。出てた人たちだもん俺からしたら。そうですよね。2人ただカメラマンが宗男さんに変わっただけで今ここで陸上が行われてる感じで。でもあの正直一言言わせていただくと、はい、勝ったなと思ってます。はい、ということで終わりました。あずあずお疲れ様です。一日お疲れでした。帰って楽しかったね。釣れませんでした。うん。でもヒラメ釣ったじゃん。うん、でかいヒラメ。海釣りなんです。うん。いいところ見せないと。いいところ見せてもらって。バス釣りはこっちがいいとこ見せないと。いや、もうさすがでした。いい日でしたね。いい日だったよ。いい2日間でした。いい、もうお互いの強みを出せた感じがあったんじゃないでしょうか。もう一日カメラありがとうございました。こちらこそ釣っていただいてありがとうございました。こちらこそガイドしていただいて。いや、すごかったっす。ありがとうございます。ちょっともう帰ってピザ食べたいので。ちょっと帰ります。帰りましょう。帰りましょう。お疲れ様でした。ついてますこれ。踊ります。あ、ついてた。これエンディングで流すわ。やだ。これからバス釣れたらやってください。やだ。